はい、こんにち。ね、挨拶はやっぱちゃんとしっかりしましょうね。こんにち、ガモンです。ね、よろしくお願いします。今日はね、これからカエルを飼おうかなって悩んでる人に、あ、これ気をつけた方がいいっすよっていうね、注意点っていうんですか？情報というか、自分もね、最近気づいたんですよね。びっくりしました、本当に。こいつなんですけど、これ、半年経ってるんですよね。で、お店ってこういうカップに入ってると思うんですよ、大体が。で、こういうね、なんか綿、ウールマットみたいの引いて、いっぱいこう、ちっちゃい1センチ、2センチのカエルがね、入って並んでると思うんですけど、で、まあ、こいつもそんな感じで売られてまして、まあ、結局ね、買うときって皆さんそうだと思うんですけど、こうやって上から見ると思うんですよね。まあ、ちょっと横から見たり、こうやって。まあ、これなんかもね、上から見て。で、ただこう、下から見たところで、お店でウールマットとか引いてると見えないんでね。上と横だけですよね。で、まあ、こいつちょっと今大きくなりましたけど、こいつ真っ赤だったんで、あ、これいいなと思ってね、こいつに決めたんですけど、こいつ分けありなんですよね、ちょっと。分けありっていうのはですよ、ちょっとびっくりした。ですね、まあ、可愛いからいいんですけど、見てください、このお腹。ね、ほんと可愛い。もう、すっごいかっこいい。ちょっと暴れてる、暴れてる。じゃあ出てもらいましょうかね。じゃこれも水槽どかしちゃいましょうね。ね、出たがりなんでね、目立ちたがりなんでね。皆さんこれ分かりますかね、分けありなの。これじゃ気づきませんよね。じゃあ、ちょっと分けありの部分、ちょっと見せてもらいましょうね。これは、カエル、ベルツノガエル、レッドって言って売ってるんですけど、一応ね、名前がついてます。パトリックって言います。よろしくお願いします。で、じゃあちょっと、あんまりね、いっぱい触ってると良くないんですけれども、本当に気をつけてほしいんでね。はい、じゃあお腹見せます。で、お腹も普通ですよね、これね。手も普通ですよね。足見てください、これ。左足。黄金の左足。ね。見てください、これ。こっちもちゃんとね、水かきもちゃんとあって、これね、指あって、手も前足って言うんですか？ちゃんとあるんですよ。こっち足なかったんですよね。いや、もう可愛いからいいんですけど、ね。ね、可愛いってことを今ね、ちょっと伝えますね。お前可愛いぞ。な。な、可愛いぞ、お前。よしよし、よしよし、よしよし。よしよし。噛むなよ、噛むなよ。やめろよ。気をつけろよ、お前。ってことでですね、何が言いたいかっていうのは、ちょっと一旦こいつまた戻しましょうね。飛んでばっかりだからね。ですね、買うときに、まあ、体が2センチぐらいですと、さらにその足の指って1ミリとか2ミリだと思うんですよ。これ多分わかんないですよね。相当しっかり見て買わないと、大きくなってから、あ、足なかったんだってなるんで、そうですね、注意点って言ってもね、その1個だけなんですけれども、痩せてるのとかはね、帰ってすぐ餌あげればね、すぐ元気になるとは思うんですけど、足がない、手がないっていうのはね、ちょっとね、もうどうしようもないんで、まあそれでもね、元気なんでね、餌もバクバク食ってますから、こいつ、ね、パトリックが。で、もしね、店員の方にね、本当に飼いたいんで、じっくり見せてくれってことで、このウールマット取ってくださいっていうのもありかもしれないですね。そうすると、じゃあちょっと取ってみましょうか。取ると見えんのかな？下から、じゃあちょっと見てみますか。どうですか？なんとか足の指見えますね。あ、見えてるね。お腹も見えるし、やっぱり上からはね、簡単に見えるんで、まあ、なかなかね、お店でこうやって水だけってあんまないと思うんですよね。何かしらね、水ゴケとかやっぱ引いてあるんで、じゃあこちらも撮ってみましょうか。こっちに入れて、こいつもじゃあ下から見てみましょうか。
ょっとなんかどうですか。まあちょっとね、動画だと見にくいかもしれないけど、結構ね足ちゃんと見えてますね。うん。でまあ店員にね声かけるのめんどくせえやっていう人はね、店内でね寝っ転がって見てください。これね勝手にバタ取っちゃってね、で店員に怒られたらね、足の確認だよってことをねちゃんと伝えてください。やっぱりね買えるって言っても今はね昔と違ってちょっと安いですよね。昔ねこれだって 4,5 千円したんじゃないですか。今なんか980円とかネットとかでも出てますもんね。なのでまあとは安いとはいえ、やっぱり育ってからね気づくとねちょっとびっくりしました。本当に手足がないとは思ってないんで、こいつちょっとね戻してみましょうね。ちょっと待ってくださいね。集まっちゃったかな。よし、これ、ね、潰しちゃった。ちょっと帰ってきました。よし、こんな感じですね。はい、ちょっと見にくいですね。ちょっとまあ今回は短い動画になるんですけれども、これからね買おうとしてる方ね、多分他のカエルも違いますね。バジェットガエルとかだと何も引いてないと思うんでね、見ればすぐわかると思うんですけれども、なんせ体が小さいと手足は多分1ミリ2ミリの世界なんで、十分気をつけてじっくり見てください。でね、視力低い人、目悪い人はね店員に見てもらって、前足後ろ足のね指もちゃんとありますかってことをね聞いて買った方がいいと思いますね。上から見ただけじゃね、模様は綺麗でもね足がないっていうのはね自分も半年経って気づいたんで、いつもは水ゴキ引いて潜っちゃってるんで自分もあんまり見る機会ないんですけど、いやーほんと、じゃあもう一回だけちょっと皆さんにねお見せしましょうかね。ちょっとパトリックね、パトリックちょっとこっち、パトリックこっちね、パトリックの、足ですね。これはこんな感じですね。気づかないよこれ。あ、泣いてますね。はいはいはい、ごめんなさいね。はいはいはい、でそんな感じですね今日はね。これから買おうとしてる方ね、十分気をつけてくださいね。よろしくお願いいたします。次回はですね、次回はっていうか明日ねちょっと動物園行こうと思ってるんですけれども、もしよかったらねその動物園のね動画もね、出したいと思いますんで、ご視聴よろしくお願いいたします。じゃあ今日は、終わりになります。バイバイ。